はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積丸2をお送りします。で、前回からね、内積が始まって、で今回もポイントなしの問題演習でやっていきます。で、今回は2問ですね。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとですね、今風邪ひいてまして、鼻をすする音がね、ちょっとね、目立つかもしれないんですけど、申し訳ない。なるべくね、気になるように頑張りますんで、よろしくお願いします。じゃあ、まず1番は、ベクトルが2つあります。A ベクトルと B ベクトル。で、これらに垂直で、しかも大きさが3であるベクトル P、まあ、P ベクトルだね、を求めたいと。つまり、こいつを求めたくって、こいつは大きさが3だし、で、B にも A にも垂直だと、両方ともね。その3つを使って式を立てていきます。で、立てる前に、まあ、P を求めたいので、ちょっと今回ね、板書が多いから、ちょっとちっちゃくいくよ。P ベクトルを XYZ と、まあ、こうやって置いていきます。で、基本的に文字を3つ使ってしまってるので式が3つ必要だと。で、式を3つ立てる上で、こいつと垂直、こいつと垂直で大きさが3っていうこの3つを使って式を立てていくと。で、まずこの A ベクトル、こいつと P ベクトルが垂直、つまり垂直っていうのは内積が0だからってなるので、より内積は成分分かってるときはそれぞれかけるだけです。 x と x をかけると0なんでね、消えてしまう。2と y かけると 2y で、 z 成分同士こっちからかけるとプラス z イコール0になります。これが1つ目で、次に B ベクトルと P ベクトルが垂直、つまりさっきと同じで内積が0だから、これとこれをかけると 2x で、次がマイナス 2y で、最後がプラス z イコール0になります。で、最後は大きさが3なので、一応書こうか。ちっちゃくてごめんね。見にくかったら全画面表示で見てください。大きさが3より、で、この P ベクトルの大きさが3でしょ。で、成分が分かってれば2乗して2乗して2乗して全部足してルートなんだよね、大きさっていうのは。で、ちょっと口で言っていい？ちょっとかけないんで、ごめん、口で言ってしまうけど、ルートの中にx2 乗プラス y の2乗プラス z の2乗が来ます。これが大きさで、イコール3になるの。それが大きさだからね。で、なんで書かないのかっていうと、結局それ2乗します。両方ルート取りたいんで。で、ルートを取ると結局 x2 乗プラス y の2乗プラス z の2乗が来ます。ここにルートがついてる、本当は大きさはね。で、イコールこっちが3だったんだけど2乗したので9になります。で、この3つの式を解けば XYZ 出てきますので、それで終了という感じになると。で、これさっき解いたんだけど、もしかしたらね、なんかもっといい綺麗な解き方がある気がするんですが、個人的にやったのはこれ、まずごめんね、 Z を、Y をね、 2Y を持ってきて、 Z イコールマイナス 2Y ってまず置きます。で、これを、2に代入すると、一応ね、まあ、丸1、丸2、丸3って置いて、丸1を丸2に代入するとと書くべきなんでしょうけど、申し訳ない。ちょっと幅がね、足らないんで、今回。このね、z、ここにマイナス 2y を入れると、2x マイナス 4y イコール0になります。ごめん。2x マイナス 4y イコール0。で、2x ってマイナス 4y を右辺に持ってくると、2x イコール 4y です。2で割ると x イコール 2y になります。で、こうすると x と z を y で置き換えることができるので、それをここの3、まあ3って書いてないけどね、これに代入します。代入すると x は 2y なので代入すると、ごめんね、喉の方が 4y2 乗プラス
y の2乗で z も2乗するとプラス 4y2 乗イコール9です。で左辺は 9y2 乗になるので9で割ると y の2乗イコール1になります。でつまりこれ下答え書きたいけどまあいいか、ちょっとこっち行っていい、ごめんね、変な感じするけど。で y イコールプラスマイナス1と。で y が出てしまえばこことここ使えばね z と x 出すことができるので、もうこれで倒したも同然だと。だから最後に答えを書いていくと、p ベクトルだね、だから p ベクトルイコール入ってるよね、 OKOK。答え2つあるんでね、ちょっと待って、これとこうなるんだけど、 y が1と -1 なんで、まあ書いておこう、1と -1 なのね。でまず1の方からやるとy が1だから x のここ、こっちにね1を入れれば x イコール2で、 z y に1を入れると z イコール -2 となります。で同じように y が -1 なんで入れれば x はマイナス2、入れれば z は2と分かるので、この2つが答えになります。こんな感じでぜひね解いてみてください。で次ですね、次求めるのが2個あって若干ややこしいんですけど、今度は3点、成分じゃなくてね座標ね、3点 ABC が分かってて、それを頂点とする三角形 ABC について各 BAC の大きさと三角形 ABC の面積を求めようっていう問題で、これはですね面積だけだったら今からやる解き方しなくてもいいんです。一発で解ける、一発というかすぐ解くことができるんですけど、角度を求めなきゃいけないからまずそっちを倒しに行きます。でちっちゃく図を描こうかな、本当にちっちゃみたいになっちゃいますけど、一応ね ABC があるじゃないですか。で各 BAC なんでここを出したいんですよ。でそこを出すためには、まあ、そこ θ っておいて cosθ イコールっていう、まあ、前回やったね公式使っていくんですけど、で cosθ ねと置くと、その時なす角っていうのは AB ベクトルと AC ベクトル、スタート地点合わせなきゃいけないからね、 AB ベクトルと AC ベクトルについて考えた時、それがなす角が θ です、各 BAC については。でそこを一応確認しておきたいので、簡単にこう図を書いて何のベクトルと何のベクトルでやんなきゃいけないのかっていうのを考えておいた方がいい。だからもし各 ABC ここ左下を出さなきゃいけなかったら、スタート地点 B にして BA ベクトルと BC ベクトルでやんなきゃいけないの。そこがちょっとねいろいろ変わってくるので、まあ、それを確認したと。で実際解いていくと、ここ θ ね、でどうしようかな、先に使うから書いちゃうか。今から内積やったり大きさを求めたりするのでこれ出しちゃいます。AB ベクトルと AC ベクトル、よいしょ。でまず AB ベクトルはね後ろから前を引くと、なのでマイナス1から0を引けばマイナス1、マイナス1から1引くとマイナス22から1引くと1です。で AC の方も C から A を引くので2から0引いて23から1引いて21から1引くから0とこうなります。でこれさえ分かっちゃえばこいつの大きさも求められる、これも求められる、内積も出せるので、であとは cos θ って言ってやっていきます。 θ イコール前回やった公式ですね、 AB ベクトルの大きさかける AC ベクトルの大きさ分の2つの内積です。いいかな、まあ、それじゃあ前回見てみてください。あ前回だよね動画ね、前回です、はい大丈夫でまずこの AB ベクトルの大きさを出していくと、2乗して2乗して2乗して足してルートだから、大きさは141足して6だからルートつけてルート6になります。であっちは2乗すると440、つまり8なんでルート8になる、まあルート8なんで一応2ルート2にしとこうかね。で内積に関しては x と x かける yyzz それぞれかけて足すだけだから、マイナス2
マイナス4だからマイナス6になるんだね。でマイナス6となります。でこれを解くと、どう解こうかな。これまず約分して3にして、あ、ル、まあル、まあいいかオーソドックスでいこう。ルート12になるから2ルート3になります。で一応マイナス3となって、で有理化して上下にねルート3かけると、下が3になって、一応かけるか、書くか、マイナスルート3かけるから6分の3ルート3、つまりマイナス2分のルート3と、こんな入ってるね、なります。でコサインの値がマイナス2分のルート3になるとき、でナス角は180度までしか使えないので2分のルート3になるのはシータ、シータっていうか、まあ、あれか、角 BAC かイコール150度というふうに求められる。まあ210度もあるんだけど範囲に入ってないからね、答えとしては使っちゃいけないと。でこれが出し方で、最初にも言ったように本当は三角形 ABC の面積だけだったらこれ使わなくてもいいんです。もちろんこれ使って出すんだけど今から。でそのやり方もやります、最後にやりますが、流れとして、まあ、証文とかでね先にこれを出したと、でその後に面積って言われたら、まあ、違う公式を使います。で何使うかっていうと、一応面積 S にするよ。 S イコール2分の1、これ違うね、単元の話なんだけど AB かける AC、 これね AB と AC、 今ベクトルじゃないよ、じゃ長さだと思って AB と AC で間のサインシータだから、三角形の面積はね。でこれをベクトルの話をしてたんだけど、これ使います、使えるから。でやっていくと、面積 S イコール2分の1、 AB の長さっていうのはベクトルの大きさだから、つまりなのでルート6でしょ、さっき出してるからね AB で、 AC もさっき2ルート2って出してるから、そのまま使えると。でサイン、うん、150度ね、今ね、さっきコサインだったけど、サイン150度なんで、サイン150度は2分の1と。で、これ計算すると、待って、2約分して、ルート12、2ルート3だから、2で約分して、ルート3が残るのか。つまり、面積はルート3ですよっていう。まあ、こんな感じで解いてみてください。個人的な意見なんですけど、まあ、この問題って、今ね一つの問題に両方出せってやってしまったんですが、例えば証文こうやって書いてあって、証文1この角度を求めなさい、証文2で面積求めなさいみたいな流れも結構出てくる。でそういうパターンだった場合はやっぱりまあこういうふうに解くのが楽かなと思います。どうせね角度出してあれば、で角度が出なくてもコサインが分かってれば、あの公式ね、サイン事乗プラスコサイン事乗イコール1を使えばサインの値も出せるので、でから解けると。でベクトルだけで勝負する場合、さっき言ったの面積をねだけ出せばいいときは違う公式を使えると。で何かっていうと、 S イコール2分の1大きいルートの、この場合だったら AB ベクトルの大きさの2乗かける AC ベクトルの大きさの2乗でしょ、マイナス内積の2乗ね、内積2つのね、これの2乗と。これベクトル使った三角形の面積の公式で、これ使えば出せます。だからこれはナス角が関係ないので AB ベクトルと AC ベクトルさえ分かってしまえばあとはもう求められる。これでで一応入るかな、やってみようか。これもねちょっとごちゃごちゃして申し訳ないですけど、で下があとどれぐらい入る、1行いけすね、いけす、いけるなのでちょっと暗算気味で頑張ろうか。まず AB ベクトルの大きさはルート6でしょ、2乗すると6ですね、6かける AC は2ルート2、まあルート8だったんで2乗すれば8でしょ。でマイナス内積がマイナス6だったんだよね、でそれ2乗すると36なんで、あこれ全然簡単だったわ、36だから848、中がルート12です、でルート12だから2ルート3、2分の1と約分すればルート3ですよっていう。ごめん楽だった。これあのねちょっと違う、この後の板書も作ってて、これ使ってめっちゃややこしい問題を作ってたんで申し訳ない、そっちと勘違いしてた。なので、まあ、さっきも言ったように面積求めるだけだったらこっちの方が楽です、圧倒的に。
うん、けれどそうやって証文がね角度出してから面積出せよみたいなタイプもよく出てくるので、その時はこう出した後に出した後にね、もちろんこっち行っても構わないんですけど、角度が分かってたりコサインが分かってればこの公式で面積も出すことができるので、まあ、両方ね覚えていただけると個人的にはありがたいなと思います。では今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回もう一個あるよね、まだね、で丸3も問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。